はい、こんにちは、コヘイでございます。ということでですね、今回なんですけども、いやーね、もうこのいつものワクワク感ね、やってきましたよということでね、今回はですね、チケット発券でございますね。単独ライブ自体がね、そもそもだいぶ久しぶりでございますから、このね、チケット発券っていうね、行為自体もね、久々でございますけども、リエラフォースラブライブツアー、ブランドニュースパークル、こちらのですね、千葉公演、カレイドスコア公演ですね。はい、ね、前回ね、なんかなぜかね、僕ね、カレイドスコープとかね、なんかめっちゃね、言いまくってたので、めっちゃ恥ずかしかったんですけども、カレイドスコアですね。はい、こっちでね、訂正させていただきますけども、カレイドスコアエディション、こちらのですね、千葉公演、両日私参戦ですね、決まっております。はい、なのでね、今回はね、そんな両日ね、参戦している私のですね、チケット発券ね、幕張メッセのね、一体どこに、私ね、ライブ見ることができるのかっていうのをですね、早速見ていきたいなというふうに思います。今回はね、両日参戦なのでね、両日、ね、チケット座席ね、チェックしていきますよ。でね、電子チケットなのでね、まあいつも通りではございますがね、このチケットページね、まあここは見せてもいいか、まあここは見せても大丈夫ですけども、はい、まあこんな感じでね、まあいつも通り、ね、チケットのねページに入っておりますが、まあこちらからですね、座席番号表示ということでですね、いつも見たいなというふうに思います。はい、ではですね、まずね、もうね、動画の冒頭長くなってもね、しょうがないので、前置き長くなってもしょうがないので、早速ね、デイワンね、1日目のですね、座席からチェックしていきたいなというふうに思います。8月19日土曜日の公演ですね。まあ初見でございますよ、フォースライブのね、どこで見れるのかいきたいと思います。座席番号表示いきます。ほっ、どこか、どこか、おー、ここでしたか、ということで、まあね、ここでしたか、つってもね、今回ね、そう、アリーナしかないんですよ。展示場なので、スタンド席が存在してないんですよ。だから 100% アリーナなんですけども、まあ、ただですね、まあ、相変わらずのね、ランダムでの、ブロックということでね、これなかなか予想するの難しいですけども、ね、まあ、ホニャララブロックでございますよ。はい。ホニャララブロック。まぁ、ちょっとね、これ番号をね、具体的に言うとあれなので伏せますけども、なんとかの5ブロックって書いてありますね。はい。まぁ、5なので、まぁ、横から数えると、まぁ、上手じゃないですかね。上手側だと思いますね、位置的に。まぁ、右側ですよ、要は。右側じゃないかなと思いますけども。で、列。まぁ、列、これが一番大事ですね。列はですね、十何列。はい。十何列でございました。はい。ちょっと具体的にね、これも言うのを伏せますけども、まあ、これがもし、一番前のブロックだったら、やばいです。はい。前から十何列目って言ってもね、なんか、もう全然これでも近いので、やばいと思います。それはそれで。うん。めっちゃいいと思います。まあ、ただ真ん中とかでも、まあ、位置によるかな、といった形ですね。はい。そう、しかも今回ね、トロッコ 100% あると思いますので、ね、まあ、そんなにね、落ち込みすぎるっていう必要はないのかなと。まあ、まだまだね、わかんないことだらけなのでね、正直何も言いようがございませんが、まあ、一応ね、こういった形ですよということで、まあ、こういう感じですよということでですね、まあ、前から十何列目といった形でですね、まあ、もしかしたらこれ一番後ろの可能性もありますけどね。あ、でもどうだろう、そんなことないかな。キリの悪い数字なので、そんなことないかと思いますが、まあでもね、当日にならないと分かりませんよ、といった形でしょうかね、これもね。まあとりあえずはこんな感じ。まあね、1日目はね、こんな感じということで、ちょっとよく分からない位置だったという形でございますね。よく分かんないって言うとあれですけどね、ちょっとまだ不明点が多いと、いったところでしょうか。ではですね、お次、2日目ですね、千秋楽じゃないか。千秋楽ではございませんけども、2日目のですね、座席、こちらもですね、見ていきたいと思います。まあ、逆にね、1日目とね、どういった違いがあるのかっていうところもね、まあ、見れると思いますので。ではですね、2日目もね、座席見ていきたいと思います。いきます。どこか。なんかせっかくだからね、1日目とね、違う位置とかがいいかなと思いますけども。まあいいでしょう。いきます。お願いします。どこだ、どこだ、どこだ。おー。これはまた違いますね。はい、2日目と全然違う場所でした。
まるで異なるブロックでございましたね。ね、まあ、またね、ちょっとブロック名はごめんなさい、伏せますけれども、今度はなんか下手側に見えますね。はい、位置的に。まあ、わかりませんよ。横がそもそも何ブロックあるのかにもよりますけども、でもなんか番号的に真ん中か、下手側かのどっちか、じゃないかなと。まあ、つまり左側ですよね。じゃないかなと思いますけども。で、列番号的には、だいぶ若いです。はい。これ結構若い。まあ、そんな悪くないかな、という印象、第一印象はありますね。はい。そんなに、ね、若いってことはないと思いますけども。まあ、これはこれで、うん、いいんじゃないかな、というふうに感じましたね。はい。これがね、もしね、一番前のブロックだったらもう大当たりですね。はい。大当たりっていうかもう、全然悪くない、うん、と思いました。まあ、ただね、わかりません。どっちみち答えが。まあ、でも現状ね、二つ、ね、ブロック、異なるブロックでございますけども、どちらかが最善ブロックだったら、もうこれ間違いなく大当たりというふうに言えると思います。まあ、そもそもね、ブロック数がね、現状ね、いくつあるのかっていうのをね、ね、これネット見ないとわかりませんから、X とかね、X とか見ないとわかりませんから、なんとも言えませんけれども、まあ、そういった形ですね。まあ、ただ、なんだろう。本当にブロック配置によりますね。運が良ければ大当たりですよっていった形の、まあ、印象を受けました。はい。ということで、まあ、こんな感じでね、まあ、一応座席ね、確認していきましたけども、まあ、そんなに悪い位置じゃね、両日ないのかなというふうに思いましたね。なんだろう、すげえ後ろとかね、まあ、そんなことはなさそうですし、まあ、でもわかりませんけどね、本当運なんで、まあ、ただね、どうなんだろう。なんか、当日券とかもおそらくこの感じだと売るじゃないですか。当日券とか先着販売あるっていうことを考えますと、そんなに後ろに連れ回されることは、まあ、ないんじゃないかなと思いますけどね、この感じだと。うん。割と前の方のブロックじゃないかなっていう可能性が高そうな、印象を受けました。まあ、現状ね、僕ね、愛知公演だけ参加しませんので、まあ、次ね、行くとしたらリエラ東京公演になりますけども、まあね、愛知でもね、千葉でも東京でも、皆さんのね、座席の発見結果なんかもね、ぜひね、コメント欄に書いていただければなと思います。ということでね、いよいよ、ね、もう間近に迫りました、フォースライブツアーね、みんなで一緒に暑い夏を、ね、思い出を作っていきましょう。もし先生この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録などもお願いいたします。では、以上、浩平でございました。バイバーイ。